こんにちは、コノです。こんにちは、ナッシーです。はい、ということで、はい、今回はもう本当タイトルの通りです。ナッシーに会いました。会いました、コノさん。ついにやったー。いや、この言い方だと完全になんかデートしたみたいだと思うんですけど、違います、全然違います。あ、はい、あの、はい、50人クラフトオフ会ヘルスカが来たよって言ってはみんな50人クラフトオフ会があったと思うんですけども、そこでナッシーも私もいたと、そういうことです。うん、まあ簡単に言うと、こういう解釈もできるよね。いや、まあなんかもうむちゃくちゃだけど、とりあえずそこでまあお互いあったと、はい、まあみんなはもちろんいました。で、はい、まあ、そうですね、まあなんかあのマイクラの大喜利っぽい感じだと、私とナッシーの話って、まあ、一切触れられなかった。ていうか、まあ別になんか特に何もなかったんじゃなかったから、全然なんか上がらなかったっていう感じなんですけど、まあなんかでも視聴者の人はコノとナッシーってこれあったんだよねっていうなんか結構反応をされてたので、なるほどね。まああったしみたいな感じのちょっと話をね、まあ、ちょっと軽めにちょっとしていこうかなと思います。はい。え、ちなみにコノさん。はい。会った後、あの、いろいろしたことは、ちょっと言わない方がいい。え、な、待って、本当に分かんないんだけど、本当に分かんないんだけど、何の話？そう、何の話？匂わせじゃん、そのさ。なんで乗らないよ、その手には乗らないよ、私絶対に。なんで、いや、乗らないよ、何にも乗らない。いや、何もありませんでした。いや、ナッシーを見た私の感想、いや、これ多分ね、全員、多分思ったんだけど、多分ナッシーを見た。あまりにもナッシーだった。そんな、ちょっとはイケてたっしょ、ナッシー。もちろん、なんか服装もめちゃめちゃちゃんとしてたり、こうナッシーがなんかそもそも現実に存在するんだっていうのが結構、個人的にびっくりだったんだけど、はい、この声とか笑い声が、人間から発されてて、これ結構やっぱり初めて会った人みんなでも結構思うんだけど、あ、うん、存在するんだ、みたいな。はい、ちゃんと存在するよ、ナッシーが。いや、存在していいのかよくわかんないですけど、存在してましたね、ナッシーはちゃんと。はい。存在してたね。逆になんかナッシー的にはどうだった？なんか。くのさん。いや、でもなんか、はい、そうですね、私でも顔出したりしてるから、そんな目新しいものではないかもしれないけど。でも、やっぱ、生で見るくのさんはね、二回りくらい違ったね。なんだろう、体の大きさとかかな。違う。そう、なんか、なんて言うんだろうな、うん、このくのさんが、3D の空間上に実在してるこの感じ。3D の空間上。インターネットの電波と電波の壁が取り除かれたこの快感よ、ほんと。まあ。まあ、でもなんか、みんなに対してはそういうことは普通に思って。たかな、うんうん、あー確かに、なんか、まあね、私結構カイキングとかがいたのびっくりした、うん、だから同じ、私はそっか、ナッシーが私を見る感覚って私がカイキング見る感覚と一緒か、私もカイキングに会った時なかったからカイキングを見てる人がいるみたいな、そんな感じでしたね。いや、なんか、ね、どうだったナッシー的に50人クラフトオフ会は。なんか、うん、みんなさ、うん、思ったより陽キャじゃない？ちょっとわかる。いや、ちょっとわかるよ。ちょっとわかるよ。もっと、うん、もっとさ、機械とかいじってて、メガネいっぱいかけててさ、いや、ま、まあ、部屋の端っこで、いるんですけど、ゴリラビさんとイモムシさんっていう人たちが、まあ、いるんですけど、はい。まあ、みんななんか部屋の端っこでこそこそさ、なんか勢力ごとに集まって話すもんなのかなと思ったら、うんうん、全然違って、みんな部屋の真ん中というか、まあ、ちょっと中あたりに集まって、なんか入り混じって話してたからさ、うん、あ、こういうノリなんだみたいな。ちょっとわかる。なんかだいぶ、わかるよね。よう、いや、でも結構ような人も多いから、うん、52月の参加で、ね、例えばファマスとかアリエネとか、うんうん、めっちゃ言わないね。なんか、そうだよね。なんか結構そんな感じで。あと結構思ったより、グループの壁なかったよね。あ、わかる。それはそう。本当にそう。すごくびっくりした。いや、もちろんなんかこう、なんか、いろんなグループごとに集まったりとかあったと思うんだけど、なんか、うん、私結構、世界政府は世界政府、クリエグリはクリエグリ、タナメシャはタナメシャでずっと固まって話すみたいな感じかなと思ったら、うん、思ったより入り乱れたよね。なんかみんな。マジでそう。なんか多分、うん、みんな話したかったのかな、普段話してない人と。うん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 、それがでかかったんだね。でもナッシーもちゃんとあれよ、うん、もう誰とか関係なく一人一人ちゃんとこんにちはって言い回ったからね。なんかナッシーのエピソードそれが一番強いよね。いや、こんにちはがなんかもうみんな聞こえたみたいな。もうアモングアスとかで聞こえてくるコノさんこんにちはみたいなやつがもう出てくるみたいな。なんなんだ、入り口の扉の前でナッシー待ってたもん。最初に話す人はナッシーで会ってほしいから。いや、めちゃくちゃおもろいな。そう、そしたらみんな思い出話した時に、うん、ナッシーと最初に話したよって言うでしょ。あ、これがね、ナッシーの狙いなんですよ。あ、いや、なんかすごかっ
ったな。なんか結構マジで50人感想深い。確かに、まあ雰囲気は多分みんなが思ってるような、うん、なんかこう暗い雰囲気では全くなかったね。なかった、やばかった。もうなんか始まる時とか乾杯ってなんかみんな大声出してそうだね。あと結構年々行ってる人多かったから、やっぱね、一番多いのが確か私となしと同じ、多分20の世界が一番多いんだけど、うん、そこが多分みんなお酒飲める年齢になってるから、まあ、みんなお酒入ったこともあってって感じ。なんか結構すごかったね。言えないこといっぱいあるけど、結構すごかったね、みんな。なんかさ、まあ、066とかね、特に、うん、あ、そう、066さ、絡まれた、あれ、うん、あれし、よくないよ、066、うん、このさ、にちょっかい出しまくってて、いや、あいつやばかったね、やばい、マジで、なし、遠くから見てて、胃がキリキリしたもん、なんだ、あいつって。いや、066で、本当にやばくて、私、最初、アーケンさんと全員に、なんか、挨拶回りみたいなの言ってたんだけど、てか、ほとんどアーケンさんと一緒にいたんだけど、私、066、私、結構、好きだから、キャラ、とかなんかすごいチャット面白いし、ちょっと挨拶行こうと思ったら、初手なんか酒飲ませてきて、自分の飲んでたなんかで、おい飲めみたいな感じで、いや最初だよ、まだ5分とか経ってない時に、なんかその飲みだから普通にびっくりしちゃって、であとなんか普通に、ね、そうアリエルとかもハグするじゃん、ファマースとかの楽しみで、066もなんかハグをいるんだよ、一定ハグを求めてくる、そういう文化圏に生きてきた人、うん、だから最初なんか066もハグ求めてきたから、そういう文化圏なのかなと思ったら、普通にバリバリ日本人なんだよね、あいつちゃんと。アリエルとかはなんかシンプルになんかそういう、そう習慣としてやってる人があるけど、066はもう下心なんだよ。いや、そう、あいつなんかさ、私最初なんかそういう文化圏の人なんだなと思いながら、まあ、そういう女なのかなと思ったら、なんか後から恩田さんがみんななんか0666が遠のいてるから、あれって思ったら、あいつただの下心でハグしてるだけなんだよね。マジで悪いやつだよ、0666すごいすごかったね。なんか他に印象に残ってる人いるなし、あ、なんか、うん、コノさん、うん、アリエヌさんと話してたっしょ。あ、話してた。その後コノさんがなんかお酒を置いてひょいってどっか行った時に、うん、アリエヌさんがそのお酒持って、うん、なし、これ売るぞ、なんかめっちゃのぶとい声でナッシーに押し迫ってきてでも売るぞ、めっちゃ怖かったよ、なんか買うよなみたいな。ナッシーはお酒、うん、なんだかんだでもあれよ、ナッシーお酒飲まなかったよ、あの時も。あ、そう、ナッシーってね、あの酒飲んだことないらしいんですよ、まだ一滴も。いや、年齢的には達してるんだけど、うん、なんかナッシーの中でなんか決めてるものがあるらしく、まだ一滴も飲んでないらしい。コノさんはちなみにその理由知ってる？なんか聞いた時あるが気にするな。なんだっけ、でも本当に大切な人とに最初に飲むんですよ。本当に大切な人とね。絶対やめた方がいいと思うけどな、私普通に。なんで絶対失敗するからそれ。絶対失敗する。いや、あの、後で私の話聞いたでしょ。絶対失敗するからそれ。あのお酒一発目絶対慣れといた方がいいと思うよ。最初はまあノンアルとかからゆっくり始めますよ。あー、もうそれお酒じゃないですけどね。あそっかなるほどね。私結構でも意外だったのが、まあ、これ動画欄にも触れられてるから話して大丈夫だったんだけど、うん、クリエ組のみんながめちゃくちゃ清潔感あってびっくりしたんだよね、ナッシー含め。確かに、なんかみんな清潔感あった。コータンですらなんかちょっとあったよね。いや、私コータンのイメージ、いや、心象結構悪いから、ね、私コータン、あの下手物料理よく食ってるから、あいつ、うん、なんかえげつない料理作ってたりするから、なんかどうなんだろうなっていう、なんか、いや、普通になんかみんな清潔感があって、いや、別になんか清潔感ない人とか別にいなかったけど、場所が場所だったから、高級的ホテルだったから、うん、でもなんか結構みんなちゃんとしてて、うん、いや、なんかコータン、そっか、もう20歳になるんだなと思った、すごく。確かにコータン、これこの動画が多分出てる頃にはもうコータン誕生日だからね。あ、そうだね。そう、結構なんか20歳なのよ。そう、あ、そうだよね。やっぱ結構みんなと会って年齢ひしひしと感じたかも。バイクラじゃあんまり感じられないから、なんかちょっとさ、チャットだけだと幼いなって思う人がいてもさ、うんうんうん、その実際に会ってみると、あ、ちゃんと人間なんだみたいな。え、わかる。そう、小さい子も含め、自分より下の子はちゃんと下の子なんだって認識できたし、うん、上の人はやっぱ上だなってすごい思った ね、ゴジニガスト深い、なんか。わかる。でも、手比べるとやっぱクンさんは若えな。どうだったクンさんに会って。クンさんは、うん、めっちゃ若かったよ。若いねって考えると。普段サングラスつけてるじゃん、クンさん。うんうん、だなし初めてサングラス外した姿見たわけよ。あ、そうか、あの時そうだもんね、つけてなかったね。そうそうそう、でそのクンさんの姿がもうね、なんか20歳
こう20歳中盤くらいのなんかイケイケホストみたいななんかそんな感じでめっちゃかっこよかった、ね、スーツ着てたしね。ね、そうだよね。サングラス結構印象変わるよね。私も結構思ってるんだけど、変わる変わる、かなり変わる。うん、一生の謎だったもん。くんさんがサングラス外したらどんな、うん、なんて宇宙が待ってるんだろうなみたいな。いや、なんだと思ってるんだ。ちゃんと目見えてるんだから名付けてるし。そう、で全然頭で保管できないからさ、まあ、確かにメガネ外した姿、あれちょっと意外だったね。結構ね、いやなんかメガネ外した方が多分若いよね。すげえ思うんだけど。若い、わかる。やっぱ出てるくんさんは、うん、ちょっと大阪のおばちゃん感若干出てるけど。あ、これディスです。はい。ディスじゃない、ディスじゃない、ディスじゃない。でもメガネ外すとも、うん、20代中盤のイケイケホストだね。うん、まあそれはすごくわかるね。その日の服装と髪の毛も相まってね、そんな感じだったね。いやなんか宿泊会すごかったね。すごかったわ。すごかったなんかみんな生きてて、みんな生きててよかったね。ドクさんも復帰したし、ドクさんにすっげー会ってみたいんだよな、個人的に。わかる、めっちゃわかる。来るのか知らないけど、うん、もう一回会っても。ドクさんとかどんな顔でも面白いんだろうな。うん、であとね、やっぱね、普段会えない人、やっぱあんまり一緒のコミュニティに属してない人とかは、うん、正直会わないから、一緒に話してるわけでもないから、うん、でもそういう機会にちょっと会えるとやっぱいいなって思うね。あと小さい子たちの成長が見たいな私。みんなハマってるやつバブンとかも可愛かったですよ。みんな可愛かった。もう小さい子めっちゃ可愛いよ、みんな。高校生ぐらいの子、なんかドラクエみたいに全員つながってトテ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 って歩いてんの。で、あ、で、ね、一番先頭にはずっとデキヨコさんがいいのね。もうね、めっちゃ可愛かったね。ランジワンラーメン、なんかもうそこら辺のもう高校生組、中学生組、うん、めちゃくちゃ可愛かったね。可愛かった。ワン君と南次君ずっと一緒にくっついてたもんね。うん、うんうんうん、なんかクソガキ組のね、なんかあ、こんな仲いいんだみたいな感じのもなんか感じられてすごい良かったな。良かった。え、ナッシーってさ、ホテルでご飯食った？私全然食ってないんだよね、ちなみに。ナッシーも食べてない。ナッシーはもうウーロン茶だってずっと飲んでた。いや、あれって私一番後悔してるの、ご飯食ってない。なんか後からなんかローストビーフがうまかったとか、ケーキうまそうに食ってたイリンとか話があったんだけど、うん、やべ、全然食ってなかったってめっちゃ思ってて、なんか後悔してる。うん、いいとこのホテルな気がするから、絶対食べといた方が良かったね。よかったね。いやだからこう陽キャみたいな雰囲気あったけど、なんかご飯最初から誰も取らなくて、うん、なんかあんまり最初から食べてる人いなくて、なんかみんな伺ってたよ ね、あれ。あれ、それは多分みんな全員陰キャ仕草だよね、多分だけど。これ食べていいのかな、うん、みたいな、うん、なんかあるけどみんな食べてないしみたいな。なんかここで一人だけ食べてもみたいな。ちょっとね、ナッシーも感じた、うん、なんか美味しそうだなって見つつも、なんかみんなね、うん、あと普通にね、喋ることにね一生懸命で、みんなに なんか挨拶したくて、うん、みたいな感じで、うん、ご飯食べてよかった。ねえ、ケーキうまそうに食ってるイリンみたいな話聞いて、え、待って、そんなうまかったんなら食いたかったなみたいな。分かる分かる。足りないよね、時間。足りなかった。いや、あったよ、時間は3時間ぐらい。うん。だけど足りなかったね。足りなかった。じゃあ、そんな感じで、ナッシーと会いましたというタイトルから、はい、50回トーク会の、まあ、ちょっとした思い出トークでした。はい。はい、まあ、ありがとう。この後は、まあ、うん、ちょっと視聴者のご想像にお任せします。あ、この後はまた別の動画撮るので、よかったらそっちも見てください。いつかかりまーす。はいはい。